22日青森山田高校の前監督黒田剛さん率いる J2 町田が昇格のかかった一戦に臨みました。町田は前半終了間際相手のクリアを拾うと宇野選手が前を向き弾丸ミドル。青森山田高校出身藤原雄大選手のワンタッチパスからこちらも青森山田高校出身宇野禅斗選手のミドル。町田は後半にも2点を加えアディショナルタイムへ。そしてついに高校サッカー界から J リーグへの挑戦、黒田監督が就任1年目にしてクラブを初の J1 昇格に導きました。本当に毎晩寝れないような日も続きましたけども、そうですね、やはり、そういった28年の年月があったからこそ今年1年のチャレンジができたと思いますし、全て、青森山田の、学園の方々も含めてですね、感謝したいと思います。黒田監督おめでとうございます。代わって先月30日プライフーズスタジアム試合開始前、一般入場の今直前の時間なんですけども、こちらさすが松本山雅のサポーターも列をなしてね、もう今かと入場待っている状況。ただバンラーレ八戸もすごいですよ。こちらご覧ください。今日結構人入るんじゃないですか。 J リーグ昇格後最多3613人が詰めかけたバンラーレ八戸と松本山雅 FC の一戦。松本山雅 FC はかつて J1 にも所属した人気クラブ。毎年アウェー席を埋め尽くすほど多くのサポーターが駆けつけます。今日は何人ぐらい来られてるんですか。今日だいたい200人くらい聞いてますけど。200人、はいはい、ホームとかだとどれぐらいですか。ホームだとやっぱり数千数万入るので、はい、ちょっとアウェーでも少ない方ですね。あ、200でも少ない方だ。松本山雅 FC の本拠地長野県松本市の人口はおよそ23万5千人。町の規模は八戸市とほぼ同じです。それでも去年の1試合平均の観客数はおよそ8400人。 J1 で戦った2019年はおよそ1万7000人でした。そんな松本もかつては八戸と同じようにサポーターが数人しか集まらない時代がありました。これどのようにしてあそこまで人数が増えるようになってきたんですか。なんか結構人とのつながりとか人が人を呼んできたりだとか、なんかそうやって山賀のこう物語みたいなものを一人でも多くの人が共有をしてそこに共感をして連れてくる人も巻き込んで、そこで大きくなってきた。そうか、で実際に来てみて、あ、楽しい、応援したいってなる雰囲気もやっぱみんなで作ってるんですよね。あると思いますね。松本のサポーターは長い時間をかけてスタジアム全体で戦う雰囲気を作り上げてきました。地域リーグ時代を追ったドキュメンタリー映画にもその様子が収められています。この下に今ちょうど選手たちがいるんですよ。その選手たちにも聞こえるそうです。俺たちの声が、選手たちにも届くということで。試合前からスタジアムを練り歩き共に戦う文化を作り上げてきました。いや今日はアウェーですけど、どんな声援、どんな時間帯にしていこうと思ってるんですか。去年も来ましたけど、はい、去年は声が出せなかったんで。なるほど、うん、そこがやっぱり今年大きな違いかなと思ってるんで、なんか八戸の方にもなんかこう松本の応援っていうのを見てもらえるのかなとは思って。なんかお互いじゃこう刺激し合いながら、それぞれのクラブがどんどんこう成長していけばいいみたいな感じですね。はい、一方の八戸も負けてはいません。この日は先着2000名に全力 T シャツをプレゼント。
スタジアムをチームカラーの緑に染めてチームを後押ししました。これ今日来て応援するのかな。はい、いいね。あと何それ持ってるの。Tシャツと一緒にもらいました。ちょっと見せてみせて。わあ、今日はこれを掲げてスタジアムを緑に染める気ですね。はい。普段も結構八戸の応援は来られる。時々ですね。でもこんなに並んでるのは初めてです。あら、びっくりしました。両チームのサポーターが盛り上げ、会場のボルテージは最高潮。素晴らしい雰囲気の中、試合が始まりました。3613人のサポーターが詰めかけたバンラーレ八戸と松本山雅 FC の一戦をサポーターの熱い応援とともにプレイバック。開始早々、八戸が PK のチャンスを獲得。これをきっちり決めて先制に成功。すると松本サポーターが、入れず全力でチームを鼓舞。さすがの応援です。すると後半、松本が同点に追いつきます。どちらが先に勝ち越しゴールを奪うのか、応援はより一層熱を帯びます。八戸はオリオラサンデー選手が切り込んでチャンス。惜しくもゴールはならず。今度は松本がコーナーキックのチャンス。これが決まって松本サポーターは歓喜に沸きます。試合はこのまま終了し松本が勝利。八戸にとっては悔しい結果となりましたが、サポーター同士互いにいい刺激になったようです。自分たちはまだまだチームもサポーターもまだまだだって思ってるんで、まあ、すごいなとは思いましたけど、そこで変に影響されたりせずに、今自分たちができる応援を一生懸命しっかり選手に届けたいなと思います。選手が作り上げた戦いの熱、サポーターが作り上げた応援の熱。今シーズン最後のナイトゲームは最高の空間となりました。変わっては注目の試合をピックアップ。明治安田生命 J3 リーグ第32節、八戸はアウェーで福島と対戦。前半21分、左サイドからのクロスに前澤選手が頭で合わせ先制に成功。さらに後半には途中出場の瀬能選手が、立て続けにゴールを決め勝利を決定づけます。シュート12本を放ち攻撃的な姿勢を見せ続けた八戸、2連勝です。次のホーム戦は明日日曜日午後2時からさぬきと対戦します。この試合、田子町と新郷村にお住まいの方は芝生席が無料、スタンド席が優待割引となります。今シーズンのホーム戦は残り3試合、ぜひプラスタにお出かけください。最後は小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回は FC 青森福田から6年生が挑戦。6年生の部トップ3はおなじみの3人。この牙城を崩すことはできるのでしょうか。最初の挑戦者は田辺健信くん。得意なプレーは粘り強い守備、献身的なプレーでチームを支えるミッドフィルダーです。頑張るぞ。よーい、スタート。お、これはうまい。スルスルとコーンを抜けていきます。
さらにスピードを上げて折り返し、あ、コーンに当たりましたがすぐに持ち直してラストのセクション、早い、あっという間にゴール。タイムはどうでしょうか。ただいまのタイム16秒36。見事2位にランクイン。1位ともわずか0秒47の差でした。次の挑戦者はジン・リオン君。得意なプレーはスピードに乗ったドリブル、期待しましょう。頑張るぞ。よーい、スタート。さあ、スタートしました。こちらも早い。このセクションは少し乱れが出ました。しかしすぐにカバーして、あっという間にラスト。今ゴールを駆け抜けました。果たしてタイムは。ただいまのタイム17秒13。惜しくもランクインならず。でも歴代5位の好タイムでしたよ。キックオフ。